さんの女の子たちが来ていただきました。もうあとはマイクの方そちらの方にお任せいたしますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。私たち鳥取砂丘イリュージョン PR 大使のかなです。りなです。みほです。みりです。あこです。かゆです。せーの、オーバーラップです。よろしくお願いします。大変だ。今年もいよいよ鳥取の冬の風物詩鳥取砂丘イリュージョンの季節がやってきましたね。はいはいはい。カホは説明できますか、イリュージョンのことを。はい。毎年鳥取砂丘で行われている山陰最大級のイルミネーションイベントのことですね。その通りです。はい、今から私たちイリュージョン対オーバーラップが鳥取砂丘イリュージョンについて説明させていただくので、しばらくの間お付き合いよろしくお願いします。はい、それではりなよろしく。はい、まず大切な日程ですが、2015年12月12日から27日までの16日間の開催です。点灯時間は午後5時半から10時です。そして今年のテーマは、せーの、和で彩る和の空間です。日本の伝統ある和を取り入れ、幻想的な光で鳥取砂丘を彩ります。このテーマには来場される方々とイリュージョンに関わってくださった方々との輪をつなげられる空間にという願いが込められています。また鳥取砂丘イリュージョンには3つのグッドポイントがあります。大好評のカップバーでお腹も満足。オープニングや週末はイベントが盛りだくさん。3つ、私たちイリュージョン大使が会場を盛り上げちゃいます。イエーイ。ということで、今年は来場される方々に一味も二味も違うイリュージョンをお届けします。ぜひ皆さん、私たちが鳥取砂丘でお待ちしているので遊びに来てください。待ってます。待ってます。はい、そして今年から私たちオーバーラップが歌う鳥取砂丘イリュージョンのテーマ曲ができました。イエーイ。ということで、今から歌わせていただきたいと思うので、皆さんよかったら前の方に出てきて手拍子などよろしくお願いします。皆さん声出す準備できてますか？楽しんでますか？盛り上がってますか？もっといきますよね。イエーイ。それでは聞いてください。 Looking for love。 何だと思う？いいや、餃子やべえ。そう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 。Thank you.
はい、ステコを担当です。
今年のですね、鳥取砂丘フュージョンのテーマである和で彩る和の空間というのは、日本の伝統である和を取り入れ、幻想的な人光で彩り、来場された方々とイリュージョンに関わってくださった方々の和をつなげるという空間にしたいという願いを込めております。ここでこれまでの鳥取砂丘イリュージョンを簡単に振り返ってみたいと思います。鳥取砂丘イリュージョンが始まったのは12年前の2003年です。冬の鳥取に多くの人を呼び込み、周辺地域を活性化させたいという思いで、鳥取県の宝である鳥取砂丘に光を当て、新しいイメージを創造し、情報発信するために始めました。それでですね、2008年には年末年始の開催やイリュージョンライブなどを行いました。2009年はイリュージョンバスの運行をしたり、テーマである鳥取砂丘と環境というところで、エコキャンドルというものをやったり、自転車発電などを行ったりしました。2010年は、テーマがですね、今稲葉の愛、鳥取砂丘発愛の連鎖ということで、カップルをターゲットに、行いました。2011年なんですけども、今年は東北の大震災の年でした。そのためですね、テーマをですね、希望の光というものにして、動く砂像や幸せの鐘などを行ったりしました。2012年、これはですね、砂丘の象徴でもあります馬の背でですね、毎年ライトアップはしてるんですけども、一夜限りのですね、プロジェクションマッピングを行ったりしました。そして2013年は、初めてですね、長期開催しました。2週間をですね、2回リサイクルですね、やって長期間の開催をしてですね、この年からですね、カップバーというものを、始めました。そして昨年2014年度はですね、鳥取砂丘駐車場と、子どもの国の2会場同時開催を行いました。子どもの国ではですね、SL にですね、光と音を融合させたイルミネーションで光らせて、歌って踊れる空間を演出しました。そして今年度ですが、電球数は、過去最大の30万球、砂火のですね、イルミネーションと合わせますと約100万球のですね、イルミネーションの、ものになります。そしてですね、昨年好評だった、音楽に合わせて光を光らす、光と音の融合のイルミネーション、それをですね、砂丘駐車場で行います。歌って踊れて、みんなで輪になれる空間を作り出します。さらに、神話のストーリーを会場で表現したようなイルミネーションも行います。来場してくださった方々、みんな楽しんで、もらえるような、イルミネーションになると思いますので、どうぞ、期間中のラジオよろしくお願いします。以上です。はい、ありがとうございます。もう話を聞いてるだけでワクワクしますね。本当に楽しみだなと思います。今年のイリュージョンは毎年大好評のカップバーや、さまざまなイベント、そして目玉企画もあるようですが、どうも、鳥取砂丘駐車場イベント部会の亀田男です。よろしくお願いします。こんにちは、南部男です。小5小6だし、1個違い、言われてみればなんか似てる。さあ、本章を表しまして、鳥取砂丘イリュージョンのイベントについてご紹介したいと思います。カップバー、非常に楽しみですね。先ほど案内いただきましたけれども、そうですね、今日は食の祭典ということで、こうやってたくさんの食べ物が集まっていますけれども、当日鳥取砂丘イリュージョンの方でも、例年通りですね、たくさんの鳥取の食というのを集めて、皆様に温かいものを振る舞おうと思っております。ぜひ当日も楽しみにしていただければと思います。今日も皆さん楽しんでいってください。さて、私たちはイルミネーションというのを盛り上げるためにですね、いろんなイベントを企画しております。どんなイベントをしてるんですか？実はですね、全部説明すると時間が足りなくなっちゃうぐらいたくさんのイベントを企画しているんですが、まだ実際のところイリュージョンのホームページ、公式のホームページの方で、今回イベントの詳細というのがまだ非公開となってて明かされていないということなんですね。11月中にはその全貌が公開されるということみたいです。まあ、ここだけの話なんですが、有名なメジャーのアーティストさんが来てくださるみたいです。それ誰が
来るんですか。ええ誰が来るんですか。え誰が来るんですか。誰が来るんですかね。なんか音楽とかかかりますかね。音楽とかかけて音楽お願いします。これは誰の曲で聞いたことがある。聞いたことがある。聞いたことがある。聞いたことある人。はい。そう、若い子はあのアイビッシュ、アセイのソニア、でおなじみの川島愛さんが実は今回来てくれることになっております。川島愛さん。もちろんアイドルで川島愛さん。川島愛さんは音楽活動と同時にアフリカに学校を建てたりとかで精力的に活動していただいている方なので、あの当日ライブを楽しむというかトークの方も楽しみにしていただけると思っています。それは楽しみですね。12月12日から27日間の期間ですが、川島愛さんはいつ頃来られるか。そうですね、それはシークレットになっております。はい、現在教えていただけない日程はシークレットです。12日から27日のうちの1日来られる予定となっております。で、11月中にホームページで、発表させていただきます。ホームページや Facebook の方のチェックを皆さんしっかりしていただいて、お見逃しのないようによろしくお願いいたします。何かね、忘れてもちろん川島愛さんだけではなくてですね、今年のテーマは和ということで、和で彩る和の空間というテーマを持っております。この、イベントの和というところですからね、あの本当に知らなかったりがありますかね。そうですね、やっぱり笠登りとか鈴子とかですね。そうですね、いいとこつきますね。まあ、もちろんそういった有名なチームの方たちにも出ていただくのはもちろんです。またあとですね、今日のステーションを見てお会いの通りアイドルフェスタという目玉のイベントもあるみたいですね。そうなんです。それは忘れてはいけません。なんと鳥取県内のアイドルグループが一度に集まって、盛り上げてくれるんですね。もちろん今日来ていただいているイベントの最初に頑張ります。はい、頑張ります。これは本当に楽しみです。これはすごいですね。あの地元の女の子たちが本当に県内のアイドルグループたちが集まって、あの目の前で頑張っている姿っていうのを見ることも楽しみですし、また子供あの来ていただいた子供さんたちもね、夢を見ることができるいいステージになると思います。ぜひご家族連れでお越しいただきたいと思いますね。時間がだいぶなくなってきまして全部紹介しきれません。あとはホームページの方で11月の全貌の公開をぜひお楽しみにしていただきたいと思います。まだまだ本当はたくさんの方が盛り上げてくださいます。あの毎年のようなこちらの動くところのパフォーマンスですとかね。そうですね、僕が楽しみしているのは40人くらいでパフォーマンス。それはまだまだ発表しちゃいけないことですね。まあ、秘密と残しておきたいと思います。本当にあの有名な方以外にもあっと言わせるようなパフォーマンス、それからイニエーションを盛り上げてくれる方たちがたくさん集結しますので、しっかり楽しみにしていただきたいと思います。あとちなみにあの川島愛さんとかこういったアイドルグループの方は、ね、あの必要な入れてますね。入場料の方とか告知したというのは、ですね、もちろんあの入場料の方は無料となっておりまして、駐車場も無料で開放しておりますので、皆様が、にぜひ来ていただいて楽しいイリュージョンを感じていただければと思います。それでは、会場でお待ちしております。まあ、ぜひあのホームページや Facebook の方をしっかりチェックしていただいて、告知の方を楽しみに待っていてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。川島愛さんのトーク&ライブショーがあるんですか。これはもう絶対見逃せないですね。私たちイリュージョン大使も一緒に盛り上げさせていただきます。広報さんはどのようなことをされますか。ありがとうございます。すいません、ちょっとおじさんの話が長引いておりまして申し訳ないですけど、皆さん、オーバーラップさんを見に来られておると思うんですけど、この後もあのまだもう一曲、何か同じ曲ですけどイリュージョンのテーマ曲のルキーオラブ、この後もう一回やらさせていただきますので、もう少々お付き合い願えたらと思いますんで、よろしくお願いします。広報といたしましては、まあ、リスティング、先ほどイベント深井さんからもありました、 Facebook やホームページなんかたくさんあるんですけど、今年のやはり目玉といたしましては、このオーバーラップさんと一緒に、鳥取のイベントを回りながら、告知していけたらなと思っております。でちなみになんですけど、明日も11時からこの場所にこのメンバーで立たさせていただきますので、ぜひ明日も来てやってください。で、次が
31日は砂丘の方でオールスターズ駅伝にも出ますので、ぜひぜひ皆さん来てやってください。お願いします。はい、お願いします。イリュージョンにも来てくださいね。鳥取砂丘イリュージョンもね、オーバーラフターもおりますので、土曜日日曜日なるべく立っていただくようにしますので、ぜひよろしくお願いします。はい、広報からは以上になりますんで、鳥取砂丘イリュージョンをぜひよろしくお願いします。おじさんもうちょっとね、もう一方、実行委員長がおられますんで、すいません、実行委員長、はい、最後に補足なんか。はい、ありがとうございます。私たちイリュージョン大使も PR 頑張りますので、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最後に実行委員長の池内さん、意気込みをお願いします。はい、ありがとうございます。この鳥取砂丘イリュージョンというのは、13年前に米沢さんという方が冬の鳥取砂丘に来た時に、誰もいない鳥取砂丘にすごく、残念に感じて、鳥取砂丘を光で照らせば多くの人が集まるんじゃないか、砂丘がもっと盛り上がるんじゃないかという思いを込めて始まった授業です。で、今ここに並んでるおじさんたちですけども、鳥取青年会議所という団体に所属しております。この鳥取を良くしていこう、楽しい街にしていこう、明るい街にしていこうという思いで日々頑張っております。で、今回のこの鳥取砂丘イリュージョンも1年以上かけて準備してまいりました。皆様が楽しんでいただけるイルミネーションになると思っておりますし、テーマの中にも和で彩る和の空間ということで、いろんな人の和を作っていきたいと思ってます。家族の和、恋人の和、もちろん僕たち設営側と来ていただける代表者の方の和、さまざまな和をたくさん多くして鳥取を元気にしていきたいと思ってますんで、皆さんぜひ、12月は鳥取砂丘で会いましょう。以上です。はい、ありがとうございます。はい、実行委員の皆さん、本日は本当にありがとうございました。はい、それでは最後にもう一度聴いていただきたいと思います。鳥取砂丘イリュージョン公式テーマ曲、Looking for Love。キラキラ輝く光の
ります。オーバーラックの皆様です。どうも、今井さん、センターの拍手をお願いいたします。最後のもう一言、どうぞお願いいたします。鳥取砂丘イリュージョンの期間中の週末は、私たちイリュージョン大使がお待ちしていますので、ぜひ遊びに来てください。待ってまーす。本日は短い時間でしたが、皆さんも一緒に盛り上がってくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではまたねー、ありがとうございました。ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。砂丘イリュージョン大使のオーバーラックの皆様でした。どうもありがとうございました。